今季絶望と言われた三笘、本人が回復具合を説明。腰の負傷により長期離脱しているブライトンの三笘薫が19日、回復具合について、現地外だったマンチェスターユナイテッドとの今季最終戦後に取材に応じた。走ってはいるが、今すぐ試合ができる状況ではない、と明らかにした。コンディションが上がってきたところでもったいなかったが、次のシーズンでどれだけできるかが大事と受け止めた。腰痛は治らんな。今季絶望と診断されているなら診断通りだろ。あのファウルとターンが命取りだったか。宮市コースか、宮市より派活躍したし、有名になった。スペハーカントミアスも来シーズン怪我しなければ。森保派三笘の状態を心配して、ワールドカップも五輪もアジアカップもなるべく負担のかからないような使い方をしてきたのに。クラブがこんな無茶な使い方するんだからな、三笘がかわいそうだー。